どうも、会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。今回ご紹介するお店は、仙台駅前からこの道を北の方面に向かった先にあります。ここ最近、マンボウの影響もありまして、なかなか飲食店動画を上げることができませんでした。申し訳ございませんでした。ここへ来てようやく宮城県下、そして仙台でもマンボウが解除されたこともありまして、これまで通り少しずつ飲食店紹介動画をアップしていきたいと思います。引き続きご視聴よろしくお願いいたします。さて、皆さんは飲食店で外食なさるときにどのような価値を大事に考えていらっしゃいますでしょうか。美味しいものをリーズナブルに楽しく味わいたい。また、家庭では作らないようなものも食べてみたい。そういった考えがあると思います。今回ご紹介するお店は、美味しさ、そしてリーズナブルさもさることなんですが、居心地の良さ、雰囲気の良さ、それが大きな価値となっているお店です。メニューはこだわりの焼き鳥。そして、やみつきメニューは、チーズつくねです。お店の場所はこちらの建物の奥なんですが、東北電力本店の方からいらっしゃる場合にはここですね、ミニストップと郵便局の間の道、これを進む感じです。ということで今回ご紹介するお店は焼き鳥のみよしさんです。美味しくてリーズナブルでなおかつ居心地も最高、楽しみですね。どんなお店なんでしょうか。それでは早速ご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。まずこちら飲みよしさん、オープンなさったのはいつなんでしょうか。2019年11月1日です。店名で飲みよしってあるぐらいで、お客様に飲みに良いお店っていう気持ちを込めて、名前を付けさせていただきました。それから料理なんですけども、焼き鳥をメインとした、あと鶏料理ですね、鶏料理プラスあとちょっと野菜が少し、季節の野菜が少しって感じの料理をお出ししてます。もうサラリーマンの方に来ていただきたいんで、そういったサラリーマン中心の、価格帯でやらさせていただいています。当店は、一応焼き鳥メインで、鶏っていうのはすごく鮮度が大事だと思っておりますので、その鮮度をすごく大事にして、お客様に提供しています。ちなみに人気メニューとかおすすめメニューってどのあたりなんですか。当店は一応焼き鳥メインでやっておりますので、焼き鳥だったら10本盛り合わせとか、女性のお客様には、特に、手羽先の唐揚げとあとチーズつくねがだいぶ人気があります。飲みよしさんにいらっしゃるお客様っていうのはどのようにこう楽しまれてる感じですか。はい、サラリーマンの方が、大体 4、5名様で飲み放題を利用していただいて、飲むような形が多いです。飲みよしさんでは飲み放題のメニューもあるということですよね。はい、一応2時間1380円でやっております。で、女性の方はよく頼まれるのがボトルキープされて飲まれています。それあれですかね、飲み放題でもいっぱい飲めないから、はい、ボトルをあえて入れて自分のペースで飲んだ方がいいみたいな感じなんでしょうかね。そうですね、一人だとなかなか飲み放題っていうわけにいかないんで、ボトルで頼まれております。それでは早速お料理メニューのご紹介と参りましょう。まずはこちら、食べるラー油が絶妙なポテトサラダです。滑らかクリーミーな自家製ポテトサラダの上にご覧のように食べるラー油、色と味、その両方のコントラストが効いたこの一品、もちろん味も美味しかったです。シンプルなのに癖になる、これはぜひですね、ポテトサラダにはうるさいよ、そういった方に味わっていただきたいと思いました。ドリンクメニューの方はおすすめいただいた2時間飲み放題1380円から生ビール、そしてシークワーサーサワーをお願いしました。もちろんポテサラに合わないわけはございません。ご紹介が前後してしまいましたが、この日のお通しはつくねのスープ仕立て、これも絶品でございました。さあどんどんと参りましょう。続いてのご紹介はこちら、鶏わさです。店主田口さんの紹介にもありましたが、
鮮度が大事な鶏料理において、いわばこの鶏わさはフラッグシップ。鮮度が自慢の鶏だからこそ、木をてらわずに醤油とわさびだけで味わう、これが何よりの贅沢だと思いました。こうして編集をしているとあの味がよみがえります。まさに酒泥棒。いやー、ぜひまた食べたいと思います。続いて野菜メニューの中から人気のナスのユッケです。これは単に私会長の勉強不足だと思うんですが、まさかユッケ業界にナスが君臨しているとは思いませんでした。当然初体験の味だったんですが、美味しかったですね。ナスなのにあり、ナスなのにあり、このままいくとダジャレになりそうなので割愛させていただきます。こちらは皆さん大好きせせりを使った炙り焼きです。鮮度の良いせせりが炙られることで甘みを増し、もちろん香ばしさも加わっております。これもシンプルで美味しかったですね。何皿でも食べられる気がする、そんなお味でございました。全国4000万人のチキン南蛮ファンの皆様、お待たせいたしました。こちらが飲みよしさんのチキン南蛮でございます。ご覧いただいているように上に乗っているタルタルソース部分、これね、濃いんですよね。どちらかというとマヨネーズ比率よりも卵比率が高い感じ。卵サンドイッチに入っているような卵というと想像していただきやすいのではないかと思います。こちらは飲みよしさんのメニューの中で人気ナンバー3。ぜひ一度ご自身の舌でお確かめくださいませ。そしてスタンダードな居酒屋メニューもつ煮もございます。これからの季節は特に熱燗に合わせていただきたい、そんなコクの深い一皿でございました。まあもつ煮は熱燗に限らず一年中どんなお酒にも合いますけどね。ここ数年居酒屋界隈をざわつかせている赤ウインナーもございます。往年の小林明さんリスペクトで赤ウインナーには赤ワインを合わせていただきました。燃える男演出ですね。こちらのグラスワインの赤なんですが、単品だと430円です。でももちろんこれも飲み放題メニューに含まれております。さてこの後は飲みよしさんの一番人気の焼き鳥、その6本セットの調理シーンをお届けしたいと思います。こうして焼き上がった6本の焼き鳥、画面右側から砂肝、胸、ささみ、桃、皮、そしてつくねとなっております。まず最初にご覧いただいているように胸からいただいたんですが、ふっくらジューシーで美味しかったですね。さすが鮮度の良い鶏肉、それを感じさせていただきました。
それにしてもこれ見てください、ネタの大きさ。大体がこれ1本単品で頼むと130円からという感じなんですが、6本で680円、ちなみに焼き鳥盛り合わせ10本っていうのもあるんですが、そちらの方になると10本で1000円です。1本あたりわずか100円、いかがでしょうか。当然のように飲み吉さんでは焼き鳥がど真ん中のメニューです。ぜひ6本あるいは10本あるいはそれ以上とお好きなだけお好きなメニューをお楽しみください。さてここでカウンターにいらっしゃった美人女性のお一人様に話を伺ってみたいと思います。お気に入りポイントってどういうとこですか。はい、まずは親方さんの お人柄ですかね。やっぱり、はい、はい、どういった感じのお人柄なんでしょうか。そうですね、無口ながらも、うん、皆さんを温かい心で眺めてる感じが大好きです、はい、今日お一人でいらっしゃってますけども、はい、女性一人でも来やすい感じですか。はい、そうですね、はい、私以外にもちらほら見かけすることがあります、はい、お好きな飲み屋さんのメニューを教えてください。はい、たくさんあるんですけど、やっぱりまるっとしたチーズつくねが、うん、すごく大好き。これ見えてる、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、カメラ。見てください、このコロンね、はい、これはまた素晴らしいですね、はい、まあ、これがおすすめ。大好きですね、はい、女性もきっと好きだと思います、はいはい、その奥にもなんか見えてます、はい、あとこちらは鶏ネギポン酢っていうんですけど、これもいいですね、はい、なんか鶏ネギポン酢聞くとなんかちょっとイメージ違う感じですよね、出てくるの。そうなんですよ、初め頼んだ時鶏皮ポン酢のイメージでさっぱり系のメニューかと思ったんですけど、結構ボリュームがあってお肉も柔らかくてポン酢のさっぱり感もめちゃくちゃ美味しいです。はい、はい、じゃあ最後に、飲み吉さんをなんかこうおすすめする、はい、なんか一言メッセージみたいなのもらえる。はい、まずは店長、親方さんなんですけれども、うん、このお店の雰囲気、それからどれも食べたくなるメニュー、うん、あとはお手頃なので毎日通えるっていうところも、うん、あと穴場的なお店の立地もすごく大好きです、うん、はい、まあ、そういや状況によりますけど基本的には、はい、2時までやってるんですね、深夜。はい、それもいいですよね。そうですね、飲んだ帰りに一人で飲み足りない時にちらっと寄ったりとか、そういう点でも本当にお世話になってます。このお客様のもう一つのおすすめがこちら、手羽先の唐揚げです。ご覧いただいているのは3本で450円なんですが、他にも6本だと580円、10本だと880円という価格設定になっています。この日サラリーマングループを何組かお見かけしたんですが、当然のように10本と頼んでおりました。こうして顔なじみのお客様と一緒にマンボウが解除になってからの久々の居酒屋の楽しい夜をご一緒させていただきました。調子に乗りまして私も自分のボトルを入れた次第でございます。そして最後には大好きなレバーで締めさせていただきました。店主の田口さん、そして美人の常連さん、本当にありがとうございました。それではまた、お待ちしております。